フォスファミ。帰りましょう。すいません、ちょっと帰らないで、入らないでください、ちょっと帰らないでください、さようなら。じゃあこの後ダンスを踊られると思うんですけど、ちょっとだけ、違う。いらねえかな。大丈夫です。全然。スタイリストの丸山さんです。あ、どうも。お待たせしました。奥平さんです。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。ちょっとごめんなさい、みんな紹介して、あ、ちょっと撮らないでもらって、忘れてたら手隠していこうと思ってた。事務所 NG なんで。あ、ごめんなさい、踏んじゃった。違う、大盛りに行った。今日は、今日は私、自分で言わなきゃいけないんですか。今日は私、大盛りリバーナ、あ、入れるかな。入ってみて、入ってみて、入ってみてください。一瞬だから。いいですよ、肩入って。めっちゃ受けた、ね、いや、面白かった。お姉ちゃんの密着より面白くしてくださいね。多分出演の声一緒なんだよね。あ、そう。お願いしますね。広瀬すずです。本日はありがとうございます。ぜひ短い時間ですがよろしくお願いいたします。ありがとうございます。なんか皆さんもそんなね、ストーンとなんかちょっとこう感じるものがあり、なんか嬉しいですね、うん、人に頑張らなくていいよ、頑張らないでね、でも頑張ってねって言われたことがあって、すごく私その言葉を大切にしているというか、その言葉を人から私がいただいた言葉ですけど、高橋さんに送りたいです。無理せず自分のペースでというか、本当さらさとふみのように、なんかこう周りがどうであっても何であっても、なんかこう自分を見失わないことをすることがとても大変なことだとは思うんですけど、なんかそれこそさっきおっしゃってた一歩立ち止まってみるとか、なんかそういった自分がほっとできる時間を大切に、頑張りすぎず行くぞっていう時だけぐっと力を入れて頑張っていただけたらなと思います。実は皆さん本当にありがとうございました。すごくいい回ですね。本日いろんなあの皆さんの見えてる世界の視点をいろいろ聞くことができて、あ、こんな風に思ってるんだろうな、こうなんだなっていうのが同世代の一人としてとても勇気をもらいましたし、本当に皆さんのことを応援したいなって思います。そして本当に先ほども言ったように、さらさとふみのように強くたくましく言ってほしいなと思います。きっといろんなことを気になりながらも生活していたり、こうお仕事をしていたり、きっと世の中みんなそうなんだろうなって思いながら、でも粘り強く頑張ってほしいなって思います。映画もぜひもうちょっとで公開となりますので、皆さんで流浪の月をいっぱいいっぱい広めていただいて、私もSNS で見ます。ぜひ広めてください。本日はありがとうございました。
ャンネル登録といいねボタンお願いします。頼むぜ。